アデルリン・ロドリゲスは、ドミニカ共和国サントドミンゴ出身のプロ野球選手。MLB のデトロイトタイマース参加所属。2008年7月2日に、ニューヨーク・メッツと契約して、プロ入り。2015年は、A a 級、ビンガムトン・メッツでプレーしていたが、7月15日に、FA となった。7月21日にシアトル・マリナーズと、マイナー契約を結び、A 級、 ジャクソン・ジェネラルズに配属された。11月6日に FA となった。2016年1月18日にボルティモア・オリオールズとマイナー契約を結んだ。A 級フレデリック・キーズで130試合に出場し、打率304、26本塁が93打点の成績を残した。2017年は A 級 ボーイベイソックスで百二十五試合に出場し、打率二百七十九、二十二本類が十六打点の成績を残した。十一月六日に FA となったが十二月二十二日にマイナー契約で再契約した。二千十八年は AA 級ボーイベイソックスで百二十八試合に出場し、打率二百八十六、二十三本類が 92打点の成績を残した。11月2日に FA となった。オフに千葉ロッテマリーンズの周期キャンプにて入団テストを受けたが不合格となった。12月21日にサンディエゴパドレスとマイナー契約を結び、翌年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2019年は、 トリプル a 級エルパソチワワズで75試合に出場し、打率321、19本塁打、64打点の成績を残した。12月23日に、タイラー・ヒギンスと共にオリックス・バファローズと契約を結んだ。背番号は42。2020年7月29日の北海道、日本ハームファイターズ戦で左手首に支給を受け、7月30日に、 一軍登録を抹消された。59試合の出場で打率。218、6本塁打、25打点に止まり、オフに自由契約となる。2021年1月17日に、デトロイトタイガースとマイナー契約を結んだ。マイナー通算七7 4本塁打を誇る、長打力が最大の持ち味。守備力の低さを大きな課題としている。 ありがとうございます。